福岡県では、昨日新たに1036人の新型コロナ感染者が確認されました。1日あたりの感染者数が1000人台になったのはおよそ40日ぶりです。県内の感染者の内訳は福岡市で185人、北九州市で336人、久留米市で63人、その他の地域で358人などでした。 一日あたりの感染者数は前の週の同じ曜日から971人減り、1000人台になったのは去年の12月12日以来です。60代から90代以上の男女21人が亡くなりました。最新の病床収率は前の日から1.5ポイント減り65.8%、重症病床収率は0.8ポイント減って9.5%です。 佐賀県では229人が感染し70代から80代の3人が亡くなりました。